それでは順番に説明していきます。このレースは非常に難解なレース、上位5頭から6頭が横一線のレースになります。ソフトが打ったですね、二重丸の、7番、この歩名から説明していきます。連帯資格のある黄色線を上回る指数というのは、ここ僅走では、この2走だけになります。でなかなか先行できない、これですね、一攫通過をオレンジ色の四角、これを強調してみますと、ほぼ出遅れているレースがで、ばかりでですね、先行できない馬なので、なかなか当てにならないっていうところがあります。で今回ですね、注目したいのは、馬体重になります。これ馬体重の推移ですけど、2歳児は非常に高い指数で走ってました。この調子に戻ればこのメンバーなら楽勝なんですが、そのためには、成長分もあるんでしょうけど、このようにですね、黒色の馬体重がですね、大きく増えています。これ絞ればですね、指数は上がるものと思います。均走でもここガッと絞れたところ、8キロ近く絞った場合、ガーンと指数が上がって、いるというような状況です。なのでこのままですね、絞れていれば、厚めに買いたい馬である馬です。以上です。今度、一重丸を打ってます。6番の馬について説明します。この馬も、なかなか先行できない馬なので、これもちょっと当てにしづらいというところがあります。この馬も同様にですね、均走だけ見ますと、ここで1つ、黄色線を上回っている。もう少し前に行きますと、夏頃は非常に高い指数で走ってました。これも、先ほどの馬と同じような傾向がありまして、馬体重ですけれど、馬体重が、この辺の均、えー、構想をしている時期に比べまして、10キロ近く、上回っています。少しずつ、絞れていますので、さらに、連投で絞れればですね、ここで勝ち負けもあり得るんじゃないかというふうに思っています。次、黒三角打ちました2番の馬です。この馬もですね、均走だと、こことここぐらいしか、黄色線が上回っていません。しかしですね、中央時代を見ると、非常に高い指数で走ってますので、ここの調子に戻れば十分に、頭までという馬だと思います。これもですね、馬体重に注目していますと、この馬は逆にですね、先ほどまでの馬と違いまして、3歳児の中央時代は今よりもですね、10キロから15キロ重い馬体重で走ってました。当地に来て、使い詰めのこともあってですね、だんだんがれてきているということもあります。今回も連投ということで、なかなか難しいかもしれませんが、馬体を戻していればですね、この馬も指数的には、連帯資格があるんじゃないかと思います。先行力分析シートを見ておきましょう。先行できる、逃げ馬は2頭ですね、この1番、10番、この2頭が逃げそうです。ただし、この2頭とも先行力あまり高くありません。先行力指標指数でそうとすると、逃げ馬、下の方になってしまいます。なので、この差し馬、のこの辺の馬もですね、今回は、好位につけられるということになると思います。そうなると、どの馬もですね、横一線ということになってしまいますので、本当に難解なレースです。その他の馬も、見ていきます。白三角打った、4番、これもう10歳馬になりますが、前走で、連帯資格の、指数を出しています。先行できれば粘れそうなタイプなので、ここ、先行してですね、29と非常に高い指数も出している競馬もしておりますので、侮れない1頭です。バツを打ちました5番、
この馬もですね、なかなか先行できない馬なので、指数低めに推移しておりますが、これもですね、この辺とかですね、ある程度指数を出せる馬ですので、ということで、20バル7番、6番、2番、4番、5番、この辺りまで横一線の難解なレースとなります。